じゃこんにちは。はい、ということで、はい、オープン戦が始まったね。はい、まあ、恒例の沖縄キャンプの打ち上げで、うん、打ち上げ終わった後にオープン戦2試合をやって大体帰ってくるというね、まあ、そういうチームが多い中、まあ、天候も今回は良かったね。良かったですね、まあ、中止もならず、はい、ね、今日は巨人と DeNA のオープン戦に注目ということでね、はい、ずっと見てましたけども、はい、いろいろと気になるポイントも、ね、あったね、ありましたか、うん、まあ、結果から言うと、はい、まあ、1対1の中田翔の犠牲フライ、うん、細川の犠牲フライ両チーム犠牲フライで、はい、まあ、1点ずつ取って、まあ、引き分けという、はい、一番ねオープン戦の見方で注目してほしいのは、まあ、このヒットの数なんだね、うん、それとエラーの数、はい、これなぜかというと、これランスク見るとさ、ピッチャーの出来っていうのは大体わかると思うんだけど、うん、何本打ってるかっていうのがね非常に気になるところ。そのヒット数に対しての得点っていうことだったりもしますか？まあ、まあ確かにね、ヒット打ってるのは1点しか取ってないんじゃないかって言われれば、まあ、それまでなんだけど、はい、だけどまあヒットが出てるっていうことは点を取る確率は高いということだから、うん、だからまあヒットの数っていうのは俺はものすごく気にするのね、うん、このチームのね。で巨人の方は6本、はい、まあ、ちょっと少なめ、うん、その少なめの中で、うん、中田翔、丸、松原、うん、岡本、これ主力組が6本振ってて、はい、若手1本持ってないんだよね、うん、ここら辺の、まあ、内容もあるけどもすごくこう本数というものがすごく気になる、はい、で、はい、課題、はい、巨人の方は若手の底上げ、うん、これができたのかどうかという。で DeNA のテーマは機動力、はい、これができたのかどうか。まず巨人の方なんだけども、はい、若手はね、ま、すごくこう緊張感を持ちながら、うん、今なんていうの、沖縄最後の試合だからね、ベテランをこうバーンと使ってレギュラークラスを使って途中から出てっての結果だから、うん、はい、なかなかこう結果を求めるという試合ではなかったんだけどね、はい、まあ、その中でも後で話すけど、その中でも目立った選手が、まあ、いた、はい、ね、で DeNA テーマは機動力、はい、この1点を取るときに、うん、マキがね、はい、激走するんだよね、うんうん、あそこじゃない、1点を取るところじゃない、最初のうちだ、3回だ、はい、ツーアウト、はい、ランナー1塁で宮崎のセンター前で、うんうん、3塁まで激走するんだよね、はい、してました。まあまあツーアウトランナー1塁、宮崎だったら外野手が後ろっていうことを考えると、まあ、当然な走塁かもわからないけども、うん、でもそこら辺をね、昨年まではなんか止まってんじゃないかっていうぐらいの走塁しかできなかったのが、これが一目散にいってるという、うん、練習試合とかそういうのを見ててもね、やっぱ走るケースっていうのはすごく多く作ってるしね、だからこうテーマに対して着実に三浦監督も向かってるという、うん、ね、で巨人の若手の底上げ、はい、ね、一生懸命やってる、はい、そこで、はい、まあまあ試合はこういう結果に終わったんだけど、うん、さてじゃじゃんということでね、はい、はい、今日の、はい、注目選手ということで、はい、各チームから、はい、豊さん、まあ、両チームからね、はい、両チームから豊さんの注目した選手を、はい、ピックアップしてみました、はい、ね、でまずは巨人からはい、はい、じゃこの4名巨人からね、はい、はい、赤星雄二投手と、はい、岡田裕樹外野手、はい、中山ライト内野手、中田翔内野手、はい、はい、4名です。赤星は、まあ、今年ルーキーなんだよね、うん、まあ、大学を経て入ってきたわけだけども、今日先発しました。3イニングを投げて、はい、まあ、無失点ということで、うん、まあ、3安打打たれるんだけども、非常にねこの選手を見ていてセンスを感じる。うん、でどういうセンスかというと、はい、なんていうのかな、出し入れができるような、うん、まあ、出し入れっていうのはこうやって、まあ、プレート板があって、はい、これをこう出し入れ、はい、こうやって出し入れするんだけど、コントロール、うん、まあ、そのぐらいまでいける投手かなって、うん、まだそこまでのコントロールは兼ね備えてないけども、やっぱね、なんかマウンドでなんとかしてくれそうな、うん、そういうピッチャーになってくれそうな予感がする。ただ今日はテーマとしては何だったのか全くわからないんだけど、はい、いや普通ねテーマって見えるのよ、まっすぐなのか変革なのかっていうのが見えるんだけど、うん、まあ一生懸命さがテーマだったのかなと思うぐらい一生懸命投げたんだけど、はい、今日はねちょっと変化球が浮くケースがあったのね、うん、だからそこさえ気をつければなんかこう的も絞りにくいピッチャーだし、うん、なんか非常にチームの力になれるし、うん、なんかなんとかしてくれる、本当に中継ぎでも先発でも両方いけるような、すごい器用さを感じるピッチャーで、うん、だから楽しみだね、出てくるんじゃないかってこう感じさせてくれる。今シーズンはじゃあちょっとそこもポイントですね。そうだね、うん、はい、で岡田、はい、岡田裕樹、
法政大学から入ってきましたけども、はい、外野手、うん、ポスト亀井、そう言われてますねって言われてるけど、はい、やっぱねまだまだちょっと時間かかるかなっていう印象を受けたかな、うん、ただまあ投げてくるピッチャーがまあ初めての対戦で分からないしね、はい、この時期やっぱピッチャーの方がバットは目も慣れてないしピッチャーの方が優位と言われてる中、はい、だからまあ昨日は大瀬良から打ったのかな一投ね、でも今日は全然ダメだったという、うん、だからちょっとやっぱこう経験と実践が必要かなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしました。でも非常にあのスケール感があって、うん、将来が楽しみな選手ですよね、はい、なるほど、はいはい、で中山ライト、うん、打つ方を期待されて、まあ、高校出て2年目、うん、面構えもいい、ね、今日はあの坂本がお休みで、はい、ショートでスタートしたけども、うん、打つ方は全くダメ。これなぜダメかというとかかとに体重が来てる、うん、こうやってなってるから全部外のボールが遠く見えてついていけないようなバッティングをしてた、うん、しかし、はい、しかししかしピッチャーを今日はよく助けたよ守備で、ああ守備で、だからこの前の動画で言った、うん、はい、中止の時に、はい、オープン戦が中止の時に、はい、オープン戦はここを見てくださいよ、うん、で若手はこれを身につけたら一軍のベンチに入れるよと、うん、いうことを守備ね、はい、バッター桑原、うん、ね、センター前抜けそうな当たりをセンターに回り込んでバランスは崩したんだけどそこからセカンドにトスして見事ゲッツーで切り取ったという、うん、そのことも素晴らしかったし、峰井がね6回あたりだったかな3、4回に深いのを打ってそれを逆シングルで取ってもうファースト見ない、もうファーストベースはこうもう頭の中あるんだろうね感覚で投げてワンバウンドでアウトにした、うん、もうああいう守備を見せてくれるとさすごくこう安心感ある、もう、うん、打たなくてもいい、もうそういう守備さえしておいてくれれば打つのはいつだって打てるよって、うん、で3回に1回打ちゃいいんだろうって、守備は10割目指さなきゃいけないというそういうことから考えると、はい、今日はすごいアピールになったと思うよ、よかったなと思う。まさに、ね、前回話していたオープン戦ではこういうところを若手アピールしようよっていうところが忠実にできたっていうことですかね。ただまだね打球に対してバタバタしてるところがあるから、うん、もっと自信持ってやって、うん、ちょっと怖がってる部分があるからボールに対して入り込んでいくのにね、うん、だからもっと自信を持っていってほしいな、うん、はい、ほんで若手に混じってこの中田翔、はい、今年はね間違いなくやります、はい、体重も大幅アップで、うん、間違いなくやる、はい、この打つ形がもう日本ハムのいい時、うん、全盛期に戻ってるという、なるほど、これはどういうことかというと、うん、中田翔ってこういう軸があって、はい、こうやって動きながら振るんだよね、軸、うん、体の軸が、うん、でも今日は行ったと思ってここで止まってここで回転ができるんだよ、うん、ここで分かるかな、こうやって構えてて、あ、なるほど、こうやって迎えに行ってたのがこうやって行きながらここで回転するんだよ、うん、だから軸がぶれないからボールもよく見えるしボールを振らない、うん、だから今年はね、まあ、大きいこと言っちゃおうかな、ホームランを取るかも、いや本当に、うんうん、だからそのぐらいの打点は4番打たないと難しいと思うんだよ巨人には、なるほど、はい、でもねホームランはね、ホームランは取るかもわかんない、これ言っとこう、ね、なるほど、覚えておいてください、途中で変えるかもわかんない、ね、じゃあその体重アップしたのもそういったところにつながってくる、ね、つながってくると思うよ、うん、それとやっぱ体調も良さそうだし、やっぱ顔色もいいしね、バットのスピードがあるわ、うん、スイングスピードが、だから、まあ、大丈夫、今年はやります。この体重の増えたことが他に良くない影響っていうのも今のところはない感じですか、まあ、全くないよね、うん、だからあの守備でちょっと不安だったんだけど、うん、そうですよね、動けてるちゃんと、うん、うん、だからやっぱ彼が言うように自分のベスト体重に戻したっていうのはやっぱそういうことだったんだよね、うん、そのぐらいやっぱり激痩せしてたんだろうね、うん、はい、うん、これが巨人の注目選手でした、はいはい、で続いて、はい、続いて一方 DeNA、はい、ね、4名、はい、4名、マクシーも内野手、まあね、森慶斗内野手、梶原光輝外野手、入江大生投手と、はい、はい、マキ、はい、もうバッティングは全く心配してない、うん、守備、はい、まあ、あのゲッツーを完全に取れるところをファンブルして一塁でしかアウトにできなかったシーンだとか、やっぱポロポロってこう手につかない場面っていうのがエラーにはつかないんだけども、そういうケースが非常に今日は目立った、なるほど、でやっぱりセカンドというのはやっぱこう守備率が高ければ高いほどね、やっぱチームに貢献できるし、やっぱバッティングでは貢献できても守備ではダメだよって、でも走塁の意識も高まってきてる、うん、ね、バッティングは言うことない、うん、あとやっぱ守備頑張れ、
ね、はい、今日みたいな守備だとやっぱセカンドでは使えない、うん、だからなんで、まあ、キャンプにちょっと遅れて入ったということもあって、うん、まだこう本調子ではないのかもわからないね、そこら辺はね、はい、息の上がり方がだから、うん、まあ、もう少し様子は見るけども、はい、今日みたいな守備が1年間続いたらセカンドは失格だわ、うんうん、だからもうちょっと守備でね頑張ってほしいと思います、はい、ね、はい、森圭斗ね、ものすごく成長してる、うん、うん、今年はなんか全試合ショートでスタートするんじゃないか、うん、広島の小園を追っかけるんじゃないかっていうような、うん、そういう感じがしてたの。今日怪我したんだよね。ちょっと心配でしたね。だいぶ心配だよ ね、 ね、あれは、まあ、場面としてはこれはね、うん、あのランナー一塁でライト線にツーベースがいったのかな、はい、それで一気に帰ろうとして、うん、セカンド回ってサードベースも回ろうとしてたのよね、うん、彼は、はい、だからやっぱそういう意識っていうのすごく大事でさ、はい、ああ来た来たと思ってたらこうベースの入る角度がこういう風にサードベースに入る時ですね、うん、ちょっと内側に来すぎてたんだよね、うんうんうん、だからこのまま回ったんだよベースを空振りしちゃうっていう感じだから一旦外に体を振ろうとしたんだよ、うん、その時左足で多分蹴ったと思うんだけど、うん、体を体勢を立て直すのにそれでベースのところに行こうとした時に蹴った左足がちょっとひねったか、うん、靭帯伸ばしたかいうようなことになったんだよね、うん、だから一人で歩けない状態になったし、ね、これはねキャンプ頑張ってきてここまでたどり着いて対外試合オープン戦すごく調子が良かっただけにこれ怪我が長引いたらもう一度やり直しだからだから怪我って怖いのはやり直しになっちゃうから、うん、そうですね、あだから大したことなければいいけどね、うん、だけど一人で歩けないもうみんなに肩借りてそうでしたね、まあ、ベンチに引っ込んでいた状況を見るとかなり重いのかなというね、うん、でも成長は確実にしてる、うん、でも一からやり直しだわ残念ながらそうですね、うん、こういった突発的な怪我がちょっとねだからいい時に怪我っていうのは起きてきたりとかするからね、うん、まあ、ちょっともったいないけども、うん、もう一度やり直せとはい、はい、で梶原浩輝、はい、次にこれはルーキー、はい、189cm ある、すごい、めちゃくちゃでかい、はい、めちゃくちゃでかいんだけどそのでかさを感じさせない器用さを持ってる彼は。でちょっと一瞬目測を誤って一回後ろに下がって前に出てきてスライディングキャッチを試みるそういうところもあったんだけど、うん、それがスローで見た時に足の運びとかいいわ、うん、走り方が、うん、それとねバットもね柔らかいバッティングも、うん、だからこの選手は結構使える選手になるかも。言っとくよ、佐野二世になる可能性が強い。だから首位打者候補になるよ。だから189センチ、タイプ的にはどんな感じになると思う？189センチあるんだよ、はい、タイプ的にっていうのはどういう選手？まあだからホームランバッターとか。でもそういった大柄な選手ってやっぱ長打とか、まあ、そうだよね、求められるよね、はい、まあだけど長打打ちながら俺率も残せるようなそういう器用さを持ったバッターのいい選手だったよね。だから期待感がある、はい、最後に、はい、入江大生、はい、で昨年のドラフト1位、うん、はい、ね、いい、今年はいい、やっぱ球が生きてる、うん、それとやっぱり低めに制球できる、うん、このピッチャーはということは横浜スタジアムで大怪我しないという素質を持ってる、うん、だから今年はやってくれるのかなっていうような期待感が大きく膨らんだ今日の試合を見てね。だからまあこの中で8人喋ったけども、うん、森な、ね、ちょっともったいないな、うん、うん、だからいい子だけにね早く本当に治ってほしいとは思うけども、まあ、うん、それほどの怪我でないことを願いますが、ね、もうここからねやっぱね、うん、怪我したら終わるよ、うん、1シーズン棒に振るような感じだよ。もう一度やり直さなきゃいけないからキャンプみたいなことをね、うん、でまた実戦に戻ってくるから、まあ、結構時間がかかるよね。その間にはシーズン始まってしまいますし、シーズン始まっての怪我っていうのは、うん、まあ、医者が診断した、まあ、例えば2週間だったら2週間、うん、3週間だったら3週間で戻ってくれるけど、うん、この怪我っていうのはねシーズン前の怪我っていうのはね最も気をつけなきゃいけないことだったんだけどね、うん、まあ、しょうがないわね、うん、まあ、勢いもう一生懸命やった中での怪我だから ね、まあ、彼を責めるわけじゃないけども、はい、まあ、もったいないなと思うね、うん、まあ巨人の若手の底上げ、はい、テーマは機動力、はい、まあバッティングの方ではダメだったけど中山ライト、うん、ね、いい守備を見せてもらいました、はい、ね、テーマは機動力、はい、牧のあの激走した、ね、あの姿を1年間続けてくれると、うん、やっぱねチームのテーマが
これはもう課題が消えていくというね、うん、そういう試合でした。はい、ね、またオープン戦をピックアップして、お伝えしていきたいと思います。はい、はい。